東京オリンピックが開催した年にたまたま私は大学を卒業する年と当たったわけです。でそれまでアメリカに留学しておりまして、その時に一生懸命勉強した英語力をなんとか生かしたいっていうことと、もう一つはアメリカに留学していた時にあまりにも外国の方、特にアメリカ人が日本のことを知らないことにびっくりしたんですね。ですから東京オリンピックには世界中からいろんな方がお見えになる。でもし組織委員会で仕事をすればいろんな人たちに出会うことができる。でそういう人たちに本当の日本の姿、例えば日本の文化とか習慣とか歴史について教えてあげる機会があればいいなと思って就職することに決めました。組織委員会の事務局はなんと今の赤坂離宮迎賓館にありました。今の方から想像すると事務所という感じからほど遠い古びたところであんな世界的な事業をしたっていうのは想像つかないと思います。組織委員会に入った理由がその英語を使いたいこと、それから世界の人たちと会いたいということで障害部というところに就職しました。で障害部では世界中から参加する国との連絡とか、それからまだですね1964年の4月は競技場が、完全には出来上がってなかったんですね。で各国の IOC の役員とか、それから国際競技団体の役員の方たちが競技場の施設に見学にお見えになる、そんなところを私たちがそこへご案内していろんな進捗状況を説明するっていうのが大きな仕事でした。あと海外から入ってくるいろんな参加国の状況ですね、そんなところも私たちの部で担当しました。アテネで採火された聖火を沖縄まで空輸していくということが主なミッションだったんですが、一人の女性が全行程をするのは大変ということで、ギリシャからインド、インドから沖縄で2人で役割を折半しまして、私はカルカッタから沖縄の仕事を言いつかりました。ですからとっても大変な仕事だっていうことは分かっておりましたけれども、その火をですね絶対に国立競技場で聖火が灯されるまで絶対に消すまいという決意で、組織委員会の団員の方一団となって、仕事した素晴らしいプロジェクトだったと思います。沖縄はご存知のように返還されたのが1972年ですから、東京オリンピックの時はまだ占領軍の統治下にあったんですね。で私たち台北から沖縄に着いた時にまず目に映ったのが星条旗だったんです。それで非常に私たちは複雑な思いを持って沖縄に着きました。でもタラップを降りて飛行場に着いたら何千人もの沖縄の方たちが日の丸の旗を振って私たちの聖火リレー使節団を迎えてくれた時は複雑でしたけど非常に感動的でした。会期中はいろんな外国の方とお会いしましたけれども、やはり私にとって一番その思い出のある外国人との交流というのはやっぱり聖火リレーの選手たちの思い出です。当時はですね太平洋戦争が終わってまだ20年ぐらいしか経ってない時で、ご存知のように戦争の時日本は随分特に東南アジアの国々にひどいことをして
ました。ですから私がとても心配だったのは、東南アジアの国々、特に若者がこの聖火リレーあるいはオリンピックをどのように受け止めているんだろうっていうことが非常に気がかりでした。でも私が行ったカルカッタ、ラングーン、バンコクっていう各地を訪問したんですけれども、その国の若い人たちが日の丸のマークをつけたランニングでみんな走ってくれたんですね。それで飛行場で別れる時に彼らが言った言葉が忘れられません。それはこの聖火リレーが来てくれたおかげで、このオリンピックがアジアのオリンピックになったんだ。それで敗戦後立派にその立ち直った日本を僕たちもお手本にして、必ず僕たちの国でもオリンピックが開催できるようにしたい、そういった夢と希望をこのリレーは与えてくれた。それでランナーの方たちはほとんどオリンピックの選手だったらしくて、じゃあもう一回10月に日本に行った時お会いしましょう、 See you again 東京って言ってくれたのは本当に一番の思い出です。それでやっぱりオリンピックっていうのは平和をもたらすものなんだなっていうことをしみじみと感じました。高校がたまたま成城学園だったので、毎日下北沢から小田急線に乗って、成城まで通いました。でたまたま私のクラスメートが共同駅の近くに住んでいて、あれが俺の家だよっていうようなことを言ってくれた。そうすると電車に乗ると彼の家が畑の中にポツンって立ってるのが見えたんですね。でも今小田急線から見ても彼の家どころか畑は何もなくなって、もう家がぎっしり詰まっている、そんな大きな変化がありました。直接馬事公園とか駒沢競技場に絵は役員を案内したりと、そういうようなことの思い出があるんですが、実は私はあの時の IOC の会長のブランデージ会長に彼が日本に来る時はいつもアテンドしてたんです。で駒沢競技場の一番の思い出はですね、これはもうオリンピックが始まった会期中なんですが、当時馬場馬術はあそこの馬事公園で行われたんですが、障害馬術っていうんでしょうか、それは軽井沢であったんですね。でちょっと何日かは記憶にないんですが、まずブランデージさんが金メダルの授与にいろんなところをこう飛び回ってらっしゃるのに、いつも私はついてご一緒したんです。それである時軽井沢の障害で、金メダルをあげて、同じ日に駒沢競技場でまた金メダルあげるというので、自衛隊のヘリコプターで、軽井沢まで乗ってって、で授与式を終えて、そのままパトカーでブランデージさんと2人駒沢競技場までぶっ飛ばして、で金メダルの授与式に参加したんですが、その授与式というのは、日本はレスリングの金メダルを5つ取ってるんですね。でその時にブランディさんが金メダルの授与 で初めて私は駒沢競技場に日本の日の丸が上がるのを見て感激しました。アメリカとは見えない赤い糸でつながれていたと思います。というのは当時まだ1ドル360円、アメリカに留学するっていうことは大変なことで、お金もかかりますし、それからアメリカの大学からスカラシップをもらわないとなかなか行けない時代でした。でも私は大学時代どうしても留学したいっ
ていうのはさっきの赤い糸のことなんですが、私の母も、高校卒業してすぐにアメリカに留学しています。ですから小さい時からその母からいろいろなアメリカのおとぎ話とか、なんて言うんでしょう、美味しい食べ物の話とか、そういうのを聞かされて育っていたので、そうですね、高校時代ぐらいになってどうしてもアメリカに行きたいという気が出てきました。それからもう一つ、私の曽祖母が日本の女性で最初に明治政府に留学生として送られた女性の一人なんですね。そのことをだいぶ大きくなって知ったんですが、あ、やっぱりそういうことで私とアメリカの縁が絆みたいにして続いているんだなっていうことで、大変な時期でしたが、何としてでも留学したいっていう気持ちがありました。やっぱり人生っていうのは成功することでなくて努力することが大切だっていうことをこの機会にもう一度考えていただいて、それで世田谷区には多分たくさんのアメリカ人とか、あるいは外国人がこれから来ると思うんですが、自分たちのできることでそういう方たちと接して、そしてその国が違っても人種が違っても人間同士心を割って付き合えば理解できるだっていうことを学んでほしいんです。で、それが、国際交流にもなるし世界の平和にもつながると思うんですね。それで皆さんが大人になった時に、2020東京オリンピックは平和の祭典だった、そして世界がオリンピックの時一つになれたんだっていうレガシーを次の世代に伝えていってほしいと思います。